松浦恵子の KK チャンネル。あ、すごい光が飛んで見えないけど、銀の盾いただきました。イエーイこんにちは、ルツ。どうも、バレリーナ芸人の松浦恵子です。キラキラ。さあ皆様、大変長らくお待たせいたしました。今か今か、まだかまだかと待っておりました。なんとYouTube チャンネル登録者数、だいぶ前だけど10万人突破して、Google さんの方からですね、銀の盾届きました。じゃーん、じゃーん、じゃーん、ありがとうございます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 。では皆さんで、ね、見ていきたいと思います。あ、はい、こちら、まず見てください、 YouTube から。わー、すごい、なんか偉い感じのやつです。そしてじゃーん。わー、嬉しいですね、素直に。こちらでございます。わー、ちょっと出したい、出したい。あ、すごい、え、ほぼ鏡。わー、すごーい。ゆっけチャンネルの10万人の、すごいです、ここよく見てください、すごーい。あー、ありがとうございます。本当にこの10万人の盾がもらえるのも本気で、ここまで毎日、毎日じゃないか、ずっと見てくださってる皆様と、あとずっと、私が YouTube 始める前から私の YouTube を支えてくださってる星野すわまちゃん、そしてずっと編集してくださってる鈴木さん、 YouTube のスタッフさんそして UM の皆様、本当にありがとうございます。もう今日はせっかくなんで、本当に本音で全部喋ってやろうと思います。喋ってやろうってね、偉そうにあれなんですけども、せっかくこの10万人の盾もいただきましたので、先ほど私のインスタグラムで YouTube の盾届きました、なんか YouTube に関する質問ないですかっていうアバウトな、質問を投げかけたんですけども、ありがたいんですけども、こんな芸人の端くれの私にバレエの相談とか、なんかその結構相談系、ダイエットとか、 なんかそのストレッチとかはいいんですけど、本当になんか相談がすっごい来るんですね、メッセージで。でね、答えれるものは答えるんですけども、え、それ前も言うたやん、どんだけ出してんねん、調べたら出てくるけどみたいな質問もたくさんあるので、今回は YouTube に関連することをお願いしますってストーリーにつけたんですけど、ちょっとやっぱりどうしても私のことが好きすぎるのかな、話聞いてないかどっちか分からへんけど、いっぱい来たんで、全部できるだけ答えます、飾ります。嬉しいな、見えるかな、ちょっと照らそうか。見えますか、てかさん、このさ、そうそう、あと大切なバズナイトナンバーという MBS の番組のおかげでもあります。本当にあの番組が最後の追い上げをしてくださったというか、あの番組にもし選ばれてなかったら、多分こんな早く10万人いってないと思いますし、こんなたくさんバレエを知らない人も見てくださったのがあの番組がきっかけだったりしたので、そして他の人気芸人の皆さんの影響ももちろんあるので、あそこに並ばせていただいたということはすごくこのチャンネルの伸びにつながったなと、っていうかその番組始まってからの伸びがすごかったから、本当に感謝しております。もう関係者の皆様、本当にありがとうございます。バズナイト生の時は増井さんというディレクターがいつも私の、男性なんですけど、私のこんなチャラチャラしてバレエっていうね、男性からしたら何のおっちゃみたいなものも全部編集、その時ですね、その期間は、してくださって、本当に大変なんだと思いますが、もういつもいつもありがとうございました。今は私審査員に、グレードアップしましたんで、ちょっと動画は自分のチャンネルのみになりましたけども、では早速いただいた YouTube に関する質問ね、絶対 YouTube だけじゃないと思いますけど、答えるだけ答えたいと思います。皆さんすっごい量です、ありがとうございます。順番はちょっと適当になりますが、できる限り答えますので、適当かも許して。なんと1個目に来た質問がですね、しげぞうさんの攻略法は何ですかっていうね、とんでもない質問が来ました。知りません一本の動画に編集どれぐらいかかりますか。早いので1日ですね。私が本当に長所型自分も編集するんですけど、ってか最初は私がしてたんですけど、やっぱりちょっとこう忙しくなったりとか間に合わないものがあったりするとお願いしたりしてます。
でも遅くて、でもすごい、私だってまだ1年前で出せてないのとかあるから、それぐらいすごいのはすごいかかります。お団子ヘアの動画見せてほしい。もちろんこれからいっぱい出していきますので待っててください。ね、柔らかくする方法とかそういうのも本当ね、死ぬほど動画出してるから、動画見てかないわやっていう見てるところなんですけども、 YouTube やっててよかったことは、もうとにかく今の私があるのはほぼ9割 YouTube のおかげなので、今でこそ芸人さんすごいたくさんやってますけど、カジサックさん、キングコングの梶原さんが YouTube 始められる前から実は私やってたので、あの本当ひっそりと心細くやってたんですけど、その当時もう2017年ぐらいから、その時から見てくださってる方いらっしゃったらぜひコメントください。あの、ね、その時本当に心細くやってたのに、すごいたくさんの方がその当時から見てくださってて、あのそれが心の支えでやっておりました。大変だったことは、でも YouTube やってる人分かると思うけど、全部大変なんか距離感が近いと思われてすごい嬉しいんですけど、小中高生からめちゃくちゃタメ口使われることかな、嬉しいけど、バレエ以外でやってみたい企画はありますか？私バレエ以外の企画やると、なんかどうしても興味ないのか、数字が全然伸びないからね、結婚するまではバレエかなって感じ、まあ今バレエと結婚してるようなもんやけど、ネタ切れの時はどうやってネタ見つけてますか？あの実は YouTube のネタはストック100本ぐらいあるんで、ネタ切れしてるわけじゃなくて、編集待ちとか私の確認待ちで止まってるやつばっかりなんです。すいません。踊りたかったバレエ師は何ですか？大概踊ってきました。後悔はそこまでないです。結局バレエの質問答えてるやん。あ、普段のレッスン中に動画のあるあるを思い出してニヤニヤします。嬉しい。そういうのめっちゃ嬉しい。実際バレエのレッスンバッグ何が入ってるんですかっていう動画も出しますんで、お待ちください。編集でこだわってることありますか？いつも可愛い。あ、嬉しい。これはもうこの装飾見ていただいたら分かると思うんですけど、とにかくプリティに可愛くということを心がけてますね。編集だからすっごい大変だと思いますね。あのこだわりがすごく多い女なんで、はい、すいません。動画に映るとき気をつけてることはありますか？顔の角度や照明などむちゃくちゃ気をつけてるよ。適当に撮ってると思ってるかもしれへんけど、むちゃくちゃ大変。宝塚関連の動画アップする予定はありますか？好きな公演とかロケット完コピしてみたとかめちゃくちゃやりたいんですけど、私宝塚死ぬほど好きなんで、もうバレエと同じぐらい好きなんですけどって言ったらキャラブレるんですけど、なんか宝塚関連の動画を出したりしたらね、なんかね、まあ、中学生、小中学生ぐらいのバレエの女の子が、なんか宝塚のやつやったらもうキャキャキャ見たくないですとか、ブルー鼻水垂らしたような女の子とかたくさんいらっしゃったことがあったので一回止めてますけど、めちゃくちゃやりたいです。垢抜けるコツありますか？垢抜けるコツ、私は垢抜けてないんだが。 YouTube や芸人何歳までやると決めてますか？一生。本気でヒップホップ踊ってほしいです。実は私ヒップホップ習ってたんで、あのほんまはできますけど、いや、まあ、今はそんな上手くないです。ただあの動画のあるあるの動画のヒップホップは誇張してます。どうやったら彼氏できますか？知らんがな。結局まあほんまに女は愛するより愛された方が楽やでってことだけお伝えしとくわ。大好きです、ありがとう。お休みの日は何されてますか？アウトドア派、インドア派、めちゃくちゃインドア。占いは信じますか？決まった人だけ信じてる人は何人かいます。今まで一番効果のあったダイエット法を、動画に出します。毎日メイク上げてください。あげます。コラボしてみたい人いますか？ね、今コラボしましょうでコラボ、スケジュール待ち、私のほとんど私なんですけど、まあ、たくさんいます。元気ですか？いつからメイク始めましたか？普段のメイクは中2で、バレエのメイクは自分でやったま小5ぐらい。動画のネタはどのようにして思いついているのですか？もうこれ恐ろしいことにすぐ出てくる。 YouTube を配信してて一番楽しいことは何ですか？配信して楽しいは、まあその終わる瞬間かな。またみんなプレイしようなーでポチの瞬間が一番嬉しい。今後 YouTube でやってみたい企画ってありますか？めちゃくちゃある。めちゃくちゃ楽しみにしといて。もう2021年えげつないことになるからよろしく。銀の盾おめでとうございます。ありがとうございます。コラボした YouTuber さん、憧れの YouTuber さん爆笑って書いてある。どういうこと友達とかと喧嘩しますか？喧嘩めんどくさい。 YouTube の動画1本にかけた最高収録時間は、何本も一気に撮る時があって大変だったんですけど、6時間ぐらい回しっぱなしでした。死にそうでした。私服紹介とかされる予定ありますか？私の私服興味ある？絶対ないよね。そんなことない。こんにちはルツや三大傾向のフレーズはいつ思いつきましたか？いい質問ですね。私がなぜこんにちはルツを言い出したかと言いますと、あの私吉本新喜劇の人間なんですけども、新喜劇ってね、なんかごめんやして遅れやしてごめんやしとかね、お邪魔しまんにゃとかね、あの人が
お店とかお家に入ってきた時にデギャグ言ってこけるのギャグを言うことが、まあ師匠とかね上の先輩たちもあるんですけど、でそれを一回若手やってみよう企画みたいな時があったんですよ。でそれを私は絶対に欲しいからこんにちはワルツって入ったんです。その時はこんなんやってなくて、あの入ってきてワルツってほんまにワルツ踊るみたいな、こんにちはワルツってほんまにワルツ踊るやったんですよ。でもまあ反応はゼロじゃなかったですよ、何やそれみたいになったんですけど、ただ今やったらどうなるか分かりませんけど、当時もうすっごい昔なんで、あの座長ね、その時の座長がまあスッチーさんが言っちゃうんですけども、何やそれ一生やるなって言ってきて、すごいその時あ絶対これ新喜劇以外で使って浸透させたんねんっていう気持ちだけ持って、数年後 YouTube で絶対使おうっていう感じになりましたね。世界三大稽古はあのずっと見てくださってる方がコメントでね三大稽古とか言ってくださって、それを丸々パクりました。一番の自信作は何やろう、食生活のやつかな。今まで投稿した中で一番嬉しかったコメントや言葉はありますか？どれも嬉しい。マネージャーさんイケメンおは美人さんですか？めちゃくちゃ美人。5分でバレーメイクチャレンジしてほしいです。やりたいんやけど、なんかそういうのってさ、私アンチめちゃくちゃ日本一多いからさ、日本じゃない西日本一多いからさ、バレーのメイクをもっと大切にやってくださいっていうコメントが溢れそうやなって一瞬思ったから、なんかこうやらなくなってるんだけど、いつかやろうと思ってます。撮影で一番大変だったこと、あのね、一時期自粛期間の時にレッスン動画ブワってバーレッスン2個センターレッスン2個とか、それ以外もブワって動画撮った時があったりとか、あのその時ってもう動画むちゃくちゃストック撮ったんですよ、今後のためにと思って。だからもうそれこそ6時間回しっぱなしとか、1本1時間撮っても全部撮り直してもう一回1時間とか、なんか全然そんなのやってたしっていう、ほんまに真剣にそんなやってなさそうと思われるんですけど、めちゃくちゃ頑張ってました。なんか多分小中学生は私全然適当に撮ってると思い込んでるんでしょうけども、すごいね、結構ね考えてますよ。思いのほかね、私って結構ね真面目なのよね。お姉さん頑張ってるんだから、あんまりなんか友達や思ってさ、なんかうわーって言ってさ、ちょっと私がメッセージ返されへんかったらなんかめちゃくちゃ喧嘩打ってくるみたいなメッセージとか送ってこんといてね。アンチ怖くないの？だって怖いとかはもう遥か彼方昔思ってたけど、なんかそのね私からしたら直接言われてきてないから何にも痒くもない、むしろ楽しい。直接ね怖いとか言われたらすいませんになるけど、ただこうポチポチ押したりとかこうファンって送ってるだけの人って、まあただ暇なだけ、幕犬の遠吠えとしか私は思いません。普段のスキンケアとかメイク動画見てみたい、興味ある？ネタに困った時どうしてますか？ネタに困ったことないです。宝塚いつ知りましたが誰が好きですか？生まれる前からのファンで1975年以降は全部詳しいです。バレエの演目やバリエーションのストーリー説明をしていただきたいです。これはこんな物語で主人公はこうでこの踊りはこうみたいな、これやりたいっていうか絶対やるっていうかもう用意してるから。まあ私芸人なんで芸人ならではのこう噛み砕き方とかね、バレエ知らない人ってバレエ作品ほんま知らんから、それ私ならではのあれでやりたいと思いますからお待ちください。あるあるネタどうやって考えてますか？あるあるネタは正直中学生ぐらいからずっと考えてたとこ、考えてたっていうか先生の真似してたとか周りにいる友達の真似ばっかりしてたんで、それがずっと中高大ずっと新劇入ってからも遊び感覚でやってたし、舞台袖とかで勝手に思いついたりしてメモってました。有馬和也さんとはどうやって知り合ったんですか？すごい質問来てますね。一緒に踊ってたからですね。今まで撮った動画で経験者が一番気に入っているのは何ですか？全部。企画を思いついてから動画撮るまでどれぐらいの時間かかりますか？めちゃくちゃもう1億5000万年ぐらいかかる。撮影から編集アップまで全部でいつも何人ぐらいでやってるんですか？少なくて1人、多くて5人。経験チャンネルの他に新たにチャンネル作るとしたら何が題材になりますか？今までの私の動画の大丈夫なやつだけで全部英語訳にして英語の経験チャンネルを作ろうと思ってますか？テーマ。アップして後悔した動画はありますか？2段3段と続けた動画はありますか？アップして後悔した動画もめちゃくちゃ、てか後悔した動画しかないけど、まあどれとは言いません。第2弾3弾続けたい動画ほとんど全部続けたいです。 YouTube を始めたきっかけは、まあやっぱり、まあ、ここまで見てる人は少ないと信じて本音を言いますとですね、私吉本新喜劇にいてバレエを広めたいとか、こう自分の知名度を上げてバレエの知名度も上げたくて吉本新喜劇でバレエという新しい武器を使ってこう頑張ろうと思ってたんですけど、まあ、吉本新喜劇ってまあファンの方気づいてると思いますが、まあねいろいろありますよね。だからぶっちゃけすぎ、あの本当に自分の媒体を使わなければいけないなというのはもう入った時に感づきまして、
こういうのを使って新しい出会いがあったりとか、 YouTube を始めたことによって、新景気でいろいろ変わったりとかもしましたし、 YouTube 始めてマイナスなことは一個もないですね。プラスしかないです。血液型とか体重とか身長とか聞いてくるやつは、ググったことないのかな。前髪どうやって上げてますか。むっちゃ必死に上げてるだけ。美肌の秘訣が知りたい。何もしてない。トウシューズ何使ってますか。これ毎日聞かれるね。何回聞いたら分かるの。お休みの日は何してますか。バレエ以外の趣味を知りたいです。宝塚見るか、大衆演劇見るか、寝るか、食べるか、友達と遊ぶかとかですかね。好きなブランドありますか。 YouTube のオープニングはいつ撮ったものなんですか。むちゃくちゃ前よ、ほんま。始めた初期。バレエあるような動画もっと頻繁に出してほしい。出したいけどストック100本くらいあるけど、私暇じゃないんだわ。学生でもないんだわ。社会人というか芸人なんだわ。いろいろやってんだわ。中学校や高校の時テストがあったと思います。その時バレエ休んでました。休んだことないよ。 YouTube の編集ソフト何使ってますか。オープニング映像秘話があればお聞きたいです。YouTube の編集ソフトは人それぞれで、オープニング映像秘話は何もない。初恋は何歳。4歳。バレエ愛を伝えるために心がけていることは、花と品。親御さんに食事を管理されたとき何をエネルギー源にしてたんですか。相沢恵美里さん。またストレッチ動画とかバーレッスン、センターレッスン続けた動画とかみたいですね。どんだけ上げたらキーソンしんど。週何回、月何回ぐらいの頻度で動画出す予定ですか。忙しくなかったらな。撮影時使用されてる照明のメーカーやなぜそれを選ばれたかの理由を教えていただければ。ネット安かったかな。 SNS の中で YouTube は更新多めですか。バレエの参考になるケッケさんの SNS 探し、YouTube が一番まあ自然ちゃ自然。ズバリ10万人の登録者を射止めた秘訣は、異世界だから。使ってるカメラ知りたいです。キャノンは吉本がプレゼントしてくれたんですけど、結局 iPhone と iPad がやりやすいからほとんど iPhone と iPad です。一番好きだった教科は何ですか。道徳。今行きたいところはどこですか。何もないところに行きたい。子供がコンクールを目指す基準は何ですか。ある程度上手くなってからじゃないと無謀でしょうか。なぜここでって感じなんですけども、基準とかないよね。付き合ったことありますか。私すごい若く見られてるの嬉しい。歌ってみた動画やってほしい。実は撮ったやねんけどね。なんか評判悪いからね、ちょっと置いてる。結婚願望ありますか。どうやと思う。好きなお菓子なんですか。ヤンヤンつけ棒。バレーあるあるたくさんストックがあるとおっしゃってましたが、これから追加で撮影しますか。もう死ぬほど済んで待っときりな。そんな YouTube にアップする際のあるあるを教えてください。私のあるあるやけど、サムネイル大体50個ぐらい作るんですよ。大変。YouTube してて感じたことは何ですか。人との距離感って何。ケッキーちゃんのレッスン着のこだわりあったら聞きたいです。人と被らないこと。参考にしてる動画とかありますか。もうほぼ全部めちゃくちゃ見てる。ケイコちゃんのバレエのグッズ発売したりする予定ある。めちゃくちゃあるよ。まといて。まといて。ケッキーちゃんみたいに全力で頑張れるコツは。頑張ってないから。新喜劇座員さんとのコラボ動画の予定ありますか。私なんかとコラボしたい人がいるんだったらって感じ。ケッキーちゃんの YouTube お風呂で見るのは至福の時間。へー。チャンネル登録者数の目標は何ですか。100万人以上に決まってくれない。ライバル視してる YouTuber っていますか。いない。衣装の保管の仕方。企画の募集はしてますか。してません。よく出てくるチュチュってどこの使ってますか。いただき物ばっかりです。なんでケッケなんですか。私が幼稚園の時に仲良かった子とか先生がつけてくれて、それ以降ずっと。中学生高校生の時はなぜか私名前ケーキだったんですよ。食べるケーキね。ケーキで生きてたんですよね。その当時の知り合いは全員私のことケーキとして認識して、ケーキやと思ってケーキとに呼んでたんですけど、大学から今に至るまでケッケに変更しました。一番めんどくさかった撮影は何ですか。めんどくさいの基準がわからんけどね。ないんちゃう。一番腹が立ったコメントある。めちゃくちゃあるよ。すごい数やからもう一番とかないよ。 YouTube やってる理由、めっちゃ良かったなって思うことは何ですか。とにかくこういろんな方が知ってくださったということですかね。あと私を見てバレエを習い始めましたとか、バレエやめてたけどバレエをもう一回再開しました、私を見てっていうのがちょっと驚きですね。そんなつもりではって感じだったんですけど、そんな私なんかでそういう作用があるんだったら、それはもうちょっと頑張ろうと思いました。では最後にですね、ちょこちょこあった私が見てる YouTube
YouTuber さん、私の見てる YouTube チャンネルをね、ここで発表したいと思います。皆さんびっくりするぐらい私登録してます、人のチャンネル。なのでちょっと今からあれは登録してないやっていうのがあったら、まあ、すいません。まずいきます。相沢エミリさん、ラファエルさん、桜井のどかさん、ヒカルさん、中山幸太さん、エンリケさん、宮迫さん、ニーナさん、カジサクさん、テンチムさん、リュウチェルさん、吉田あかりさん、モンリョウさん、エハラさん、スーパーマラドーナさん、テディベアドッグのモコさん、ケンミョウさん、見取り図ディスカバリーチャンネルさん、さらば青春の光さん、ヤッピ先生の美容研究所、キモフリー明星さんの新聞編集部、小島さん、ペコちゃんさん、ローランドさん、ヨリヒトさん、チバターさん、ニューヨークさん、星の子さん、レペゼン地球さん、エミリンさん、映画チャンネルさん、クロービカイリさん、ウタエルさん、テゴシさん、ジンジンチャンネルさん、ダイゴさん、銀座七重チャンネルさん、金子あやさん、ハイダ翔子さん、パパラピーズさん、西野アジヒョエンタメ研究所ラジオさん、ヒカキンさん、中田敦彦さん、佐久間和之さん、ジェルジェルさん、椿空さん、マックス鈴木さん、ユーカーさん、ゆきりんワールドさん、清水健二さん、タサチャンネルさん、田崎さんですね、神田うのさん、ネオちゃんさん、丸山玲さん、藤本美貴さん、モンスタイジン西森さん、大関玲香さん、石井亜美さん、アイチャンネルさん、チーチャンネルさん、ユーコスさん、日経チャンネルさん、山海さん、カノンの TV さん、デヒロガリズさん、GAG さん、シュクロウさん、ラズベリーさん、ヤペレン地球局チャンネルさん、アキナさん、鴨頭ヨシヒトさん、ミキサキノさん、明脇マリナさん、黒崎美奈さん、川西美希さん、ペイさん、豆腐パスタさん、かまいたちさん、辻チャンネルさん、中川ゆきさん、今井ライパチさん、カラカラチャンネルさん、バンユンチャンネルさん、星野さやまちゃん、モーモーちゃんさん、マーサドさん、キラランドさん、朝倉みくるさん、青汁おじさん、パイス TV さん、ミルクミルクさん、和田さんチャンネルさん、川口春菜さん、バンビーノさん、柴犬りんごろうさん、中山きんにくんさん、あかね企画さん、千葉にゃんさん、陣内智則さん、綾羽まやさん、まやまじさん、藤田にこりさん、やり TV さん、さんこちさん、祇園桜井さん、ゆこままさん、ゆうきロックさん、さらさん、ともきんさん、渋谷五丁目 TV さん、ゆたぼんチャンネルさん、高松奈々チャンネルさん、アイエンチューブさん、吉水チャンネルさん、マライノンさん、オカリエさん、ラブちゃんさん、綾香ゆいさん、片新地さん、グラディウス男さん、水溜りボンドさん、ワサピーさん、ゆうチャンネルさん、寿司屋麺リクさん、菅チャンネルさん、レッチャンネルさん、岩チャンネルさん、中里依紗さん、サーヤさん、社会人ですか何かさん、滝焼き翔さんなどです。っごい量いますよね。皆さんびっくりしたんじゃないでしょうか。まさこんなにいろんな多ジャンルの皆さん見てて、まあ多分皆さん登録してないだけでもっと見てるんで、あのチャンネルはっていうのは大概見てます。よろしくお願いします。ということで今後もけっけチャンネルを末永くご指導ごメンタルのほどよろしくお願いいたします。ブルソもう、ね、飛ぶと帰ってくる時にねしんどいよ、ごめんね。私 Twitter、Instagram、TikTok、ショールーム、ミックスチャンネル、ポコちゃんなどいろいろやってます。オンラインレッスンのモシュというアプリでも、たまに忙しくない時はバレエのレッスンをやっておりますので、ぜひご参加よろしくお願いします。これ大変人気でございます。ということで以上、竹下恵子、北川景子、世界最大竹下恵子、北川景子、世界三大恵子の3人目の恵子こと松浦恵子でした。バイバイ、またみんなでプレイしような経験でした。10万人ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。